北畠近房。北畠近房は、鎌倉時代後期から南北朝時代の苦行。著書の人能正当期で名高い。北畑家は、村上源氏の流れを組む名門であり、昭和六年、二百九十三年六月二十四日、生後わずか半年で助諭。徳治二年、1三百七年十一月、左小弁に在任の際、聖画家の北畑家よりも、 価格の低いメーカー出身の泉より高が弁官となったことに奮激して職を辞したという苦行部人。延京元年1308年11月、久23位として苦行に昇進。延京三年1310年12月、三義に任じられ、翌王朝元年1311年7月に左衛門の正しに任じられ、ケビンシベットを兼ねた。同年12月、 県中納言に昇進する。五代五天皇が即位すると、吉田貞房、までの工事戦房と並んで、後の三佐と謳われるほどの厚い信任を得た。そして五代五天皇の御子世羅親王の目の当を委ねられたほか、元王二年、千三百二十年十月には、順来院別当に干せられ、元皇三年、千三百二十三年一月、県大納言に昇進し、同年五月には、 小学院別当を兼ね、小中二年、1325年1月には、内教坊別当をも兼ねて、ついに不層を超えて、源氏長者となった。元徳二年、1330年、セラ神皇の旧死を嘆いて38歳で出家し、一旦政界を引退した。法名は草原。聖中の変に始まる五代醐天皇の、鎌倉幕府打倒計画には加担してはいなかったようで、ある。 鎌倉幕府が倒れ、五醍醐天皇による兼務の申請が始まると、地下夫妻は政界に復帰したが、五醍醐天皇の先生政治には批判的で、必ずしも表舞台に立ったとは言えない。欧州中東を命じられた長男の秋家に随行し、則長親王（後の五村上天皇を奉じて、道の区国多賀城へ赴く。剣務2年、1335年に、 北条氏の残党による、中仙台の乱が起き、討伐に向かった、足利高氏が、鎌倉でそのまま、県務政権から離反。この後成城して、京都を占領すると、1336年、県務3年に1月近くは高氏を討伐するために、帝へ戻り、新田義貞、楠木正重と共に一旦は高氏を駆逐する。しかしに、九州に落ち延びた高氏は、 急速に体制を立て直し大軍を率いて登場。これを迎え撃つ吉沢、正重の軍勢を、同年5月港川の戦いで打ち破ると進んで、京都を再占領、比叡山に逃れた、五代醐天皇は、再度の退位を迫られる。しかし、五代醐天皇が京都を脱出し、吉野に暗宮を開くとそのまま南朝方に合流、高氏によって擁立された、光明天皇の北朝方に対抗する。 延元三年、逆王元年、1338年5月に、秋江が、境浦で戦死し、同年うる七月には吉佐だが,が、越前国東明寺縄手で討ち取られると、南朝方の総司令官となった近房は、伊勢国で、渡来家行の協力を得て、南朝方の勢力広むを図る。ここで近草は、 家ゆきの深刻思想に深く影響を受けることになるが、家ゆきの唱えた伊勢神道自体に対しては、批判的だったと言われている。この後、関東地方に南朝勢力を拡大するために、結城宗広と共に、ノリナガ宗脳、長親王を放じて、伊勢国王港、三重県伊勢市から、カイロ東国へ渡ろうとするが、暴風にあって、両神脳とは離散し、同線していた。 伊達校長、中村教長等と共に、北地国へ上陸。はじめは、神宮寺城、現在の茨城県稲敷市の小田春久を頼り、佐竹市に攻められ落城すると淡崎城、さらに、小田市の本拠である小田城、現在の茨城県筑波市へと移る。道の区国白河の有吉地下ともはじめ関東各地の、反爆勢力の結集を呼びかけたが、宇都宮金綱。 羽賀高さだが北朝方に味方したためだて校長、中村教長を使わし羽賀高さだ、校長の不死を討ち取った。この時期に、人能性陶器と食現象を執筆したと言われている。広告元年、略王三年、1340年、北朝方が、高志冬を関東統治のために派遣すると、小田氏に見限られた地下ふは、関胸介の石場、 現在の茨城県筑生市に入り、伊達行朝や中村協調をはじめ、行朝、協調と同族の伊佐城、筑生市の伊佐市、大宝城、現在の茨城県下妻市の下妻市など、日立西部の南朝勢力と共に対抗する。地下房佐の日立での活動は5年にわたった。しかし、南朝方に従った、この越熱ただ、南朝の関白左大臣が、 富士市長者の立場で独自に東国の藤原市警部士団の統率体制を組もうとしたこともあって、近房の構想は敵と身内の両方から突き崩される結果となり、広告4年、広英2年、1343年に領上が陥落すると吉野へ帰還している。これ以降、すでに死去していた五代醐天皇に代わり、まだ若い後、村上天皇を擁して、 南朝の中心人物となる。主に石関や天皇の外籍、聖母などに与えられる、純三宮の大宮が、一階の大納言入道に過ぎない地下封鎖に与えられたことは、南朝におけるその牽制を物語る。昭平三年、昭和四年、1348年に、四条縄手の戦いで、楠木正幸ら南朝方が、河茂直に敗れると、南朝は、 吉野からさらに山奥深いが妙安宮に落ち延びる。その後、関能の上乱で、足利高氏が南朝に降伏して、将兵一党が成立すると、これに乗じて近房は一時的に京都と鎌倉の脱会にも成功した。将平九年、文那三年、1354年四月にが明生で、死去、去年62、近草の死後は南朝には、指導的人物がいなくなり、 南朝は衰退への道をたどっていく。地下房は、安倍の神社、大阪市安倍の区や両前神社、福島県立市に秋家と共に祀られている。墓は終焉の地が名誠にある。また、室唄寺にも、地下房のものと伝えられる墓がある。日付はいずれも旧暦、ただし、末尾の明治41年9月9日のみは、新暦、括弧内の西暦年は、和暦年を、 年ごとに単純置換したもの、旧暦11月末から12月の日付には、西暦では、翌年の1月から2月に対応するのもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。